はい、皆さん、はじめまして、前ですということでね、表面つき終わったので、裏面のね、これのさらに半分をつけていきたいと思います。まあ、今回はね、はい、座りながらゆっくりやっていきたいと思います。座りながらゆっくりやっていきます。今日は、この表面でやることあります。こうやっていきる、する、そういうやつだから、やるときはね、こうやってやっていく。わかりましたか、諸君。折り紙初心者の諸君たち、聞こえていますか。まあ、やと思います。まあ、自分は折り紙を果たしたのが幼稚園の5歳ぐらいだった。興味を持ったのが5歳ぐらいだった。ちょっと折り紙、まあ、まず最初に釣るなんか簡単なやつを押してみると、で、これぐらいならできるぞと勇気がつき、どんどん難しいのに挑戦していった。で、今はフェニックスまでできるようになったという展開でございます。僕のエピソードわかりましたか。自分はこういうエピソードで生まれてきたわけですよ。まあ、自分はね、まあ、折り紙オタクなんです。つまり言うところが大好きなオタクで、まあ、自分のオタクの種類を言うと、まあ、他にもいろいろありまして、折り紙オタク、ゲームオタク、音楽のね、ちょっとミュージックオタク、あとは中二病オタクというのか、まあ、オタクが一番、中二病、アニメオタク、いろいろあるんですけど、よいしょ。ここはつまんでやっていくと、かなりやりやすいという噂を聞きました。噂という自分のちょっとなんとなく自分の気分なりに開発しました。ピュッとこうしました。よしよしと、着々と折り目をつけてって言ってるのでね、今回まあね、裏面の方がまあ正直言ってこのちっちゃい方が簡単なんだよ。ちっちゃい方がただもう折り線たどっていって、ただこうひたすら折ればいいだけ、ゴールにたどり着く。よし。まあ、今回は会話をね、まあ、ちょっとずつしていって、まあ、楽しい実況もできたらなとか思ってるんですけど、まあ、そうそういい話もないですね、別に特に。まあ、ちょっと言わせてもらいますと、まあ、対抗防無双、新たに増えました。ね、はい。対抗ボム装を始めたんですけど、ちょっとあれです。最近ね、ちょっと、甘がみにはまってしまいね、無双ゴロチの青サイリンをちょっとディスク入れるのがめんどくさくなってきたんで、ね、ちょっと今実況の方はお休みさせていただいてますか。まあ、約束はくなるを果たすんで、心配しないでください。ジャンクリするまでやると言ってしまったんでね、動画の中で。動画の中では言ってないよな。自分の決心に決めていたんで、ね、心の中の。勝負を決めていただいて、もうやるときとかも最後までやろうと思います。あと、このフェニックスの話なんですけど、今この時点で折ってるとこが17目目です。225あるうちの17目目です。皆さん、フェニックスの大変さわかるでしょう。これはもう4時間もかかって納得だと思いませんか。納得しませんか。しないか。初心者の皆さんも、わかりませんよね。まあ、一回折ってみてください。多分50センチの折り紙を見つける時点で大変だと思います。嘘です。まあ、自分ちの近所だったらビバ、ホール、ビバモールですね。ホール。モールの方に、でかい手芸屋さんから、手芸っていうのがあるよくわかんないけど、手芸っぽいとこ
店があるんでね、そこで自分はいつもこういうね、いろんな紙を購入しておりまして、あそこはね、品揃えがいいんですよ。はい、そしてかなり多くの品が揃っておりまして、自分はあそこにお世話になっておりますから、これは折ってるとか見えているのかな、よくわかんないです。見えてましたね。余分の通りとかって今何分だ、6分か、大丈夫だね。よいしょ、時間もまだあるし、ね、よいしょ、よいしょ、空は青く澄み渡り、海を目指し歩いてゆく。だってたかどうかは知んないけど、どうでもいいけど、しんちゃんの映画がちょっと面白そうなんでね。グルメなんちゃらサバイバーだったっけ、 B 級グルメサバイバーか、あ、ちょっと面白そうなんです。あ、皆さん、この折り紙の色は自分は緑の特別に緑にしてますけど、あ、皆さんは、ね、まあ、自分の髪の色に合わせてください。まあ、自分は最初折った時はね、やっぱりフェニックス行ったらオレンジかなとか、フェニックスの色がいいかなと思いましたので、フェニックスに。まあ、自分の髪はオレンジで使わせていただきました。まあ、髪のデカさは50センチがまあいいんですけど、50センチじゃないと多分ね、折りにくいで、ちっちゃすぎて、ね。よいしょ。よいしょ。よっしゃー、疲れた。これは実況、まあこれは折り紙のね、使用作品の作品を作る。パート何問まで作る、パート何問までいくでしょうか、多分ね。パートはかなりいっぱいありますね。こんな感じです。ここが尻尾になるんですね、最後、長い。うん、こんな感じで尻尾になります、最後。海を目指し歩いてゆく。シオディエコーだ、どうだ、ホーリングゴリマでもちょいだ。よし、鼻もでかいな。この環境で見てやっと思って、鼻もまあまあでかいということに気がつきました。やっと気がついた。